クラフィソフトと我々のチームの、すごく長いコラボレーションがつながって続いてるんですが、その一番大事な理由は、僕にとっては日建設計にとっては BIM はツールではなくて、エンバイロメントもしくはプラットフォームだからなんですね。ツールだったら好きなツールをその時に合わせて使えばいいんだけれども、環境プラットフォームってのはそう簡単に変えるわけにいかないんです。ですから、僕らにとってまず BIM がプラットフォームであると。昔だったらですね、トレーシングペーパーがプラットフォームだったんです。エンジニアがその上で書けばよかったんだけれども、僕らにとって大事なことはデジタルデザインで、みんながデジタルのデータを作るときにより合理的なプラットフォームが何なのかというと、もうトレーシングペーパーではダメで、BIM がそれこそそれに役に立つわけですね。ですから信用ができてリライアビリティの高いプラットフォームが僕らは欲しくて、それがアーキアドである、グラフィソフトが作っているアーキアドであるってことが気がついたので、非常に長い間時間をかけて、僕らの持っているインフォメーションも最大限グラフィソフトに渡して、アーキアドが最高のプラットフォームになるように、努めていた。それが、僕ら日建設計とグラフィソフトの、いい関係がここまで続いてきた、なんていうんでしょうね、裏話、証拠、だと思います。僕らの会社は非常に大きいんだけれども、でも実際にプロジェクトやってるメンバーっていうのは限られてるんですね。で、例えば今僕はハンガリーにいるけど、僕はデザインのチーフであってハンガリーにいて、それをチェックしなきゃいけない。それから、BIM を使うようになると、 BIM を効率的に作りたいからアウトソーシングをして海外の事務所で使う。つまり僕らが寝てる間に BIM のプロ、モデリングを作ってもらうとか、それから僕らの日本の設計事務所っていうのは海外での仕事が比率が少ないんですが、それでも数十パーセントは海外の仕事になっているから、クライアントはまた別の国にいる。時間軸も場所ももういろいろな、もう混ざっているような状態なんですね。その中で、いろんなデータが行き来するときに、それぞれの個別のサーバーではダメだし、データマネジメントが必要になっている。いろんなことが複雑にコンプリケイティブになっていく状況の中で、やっぱり BIM クラウドがあると、僕の立場で言えばデータのチェックがどこでもできる。それから、BIM のマネージャーの話で言えば、もうマネージメントがすごい楽なんですね。ウェブの上でできる。つまり、BIM を使い始めてツールではなくてプラットフォームだとして使い始めると、それが本当に複雑になってくるので、分かりやすくて簡単でリライアビリティの高いシステムが必要になる。そんな時に、BIM クラウドが出てくれた。これはもう BIM サーバーもすごく気に入ったんですけど、 BIM サーバーも僕は知った、発展版であるけれども本当にマーベラスな製品だと思うんですね。これが出てくれたおかげで、我々の仕事、アーキアドをプラットフォームとして使用して、我々の行っている仕事がよりグローバルに、そして、効率的に行えるようになったという気がしています。で、特に今最近では僕らニューナチュラルスタジアム、オリンピックのためのデザインをしてるんですが、そういうオリンピックスタジアムのデザインをしてるんですが、そういうためにも非常にやっぱり役に立っているということで、これからどんどん利用範囲が広がっていって、 BIM クラウドの上で仕事するのがもう当たり前の時代になることはもうすぐに目に見えてきてるなということを実感しています。